瀬駒の無人頂点、涼しい風吹いて行ってみました。熊のね、観光客専用ゴミ袋、どのようなゴミ袋取り扱いが1つ、成功まで無事に1時大繁盛していました。セコマ、コンビニ私のことはあまり利用頻度少ないですけどね。やはり北海道ですね、まあ、いろいろありますけどね、セブンイレブン、まあ、セコマがやはりね、まあ、メインですよね。いろいろ飲食店ありますけどね、私は不安な目もあるんでね、札幌では結構入るんですけどね、飲食店。まあ、本当に閉まってますけどね、中標津はやっぱり大きい根室地区だ、こちらまだ根室地区ですけどね。昆布どうなの？やってんだろ、昆布。はい。昆布なの。昆布ね、私は。だし。昆布をしますけど。関東風の私たちなんてね、カツオに濃口ようなね、私のもし出汁をね自家製で作るとすれば、カツオ節たっぷりにね濃口ようなの使いますから。それにねみりん加えたり、酒加えたり、まあ、返しにもありますし、うどんつゆね、そばつゆ、重たいです。そこそこ買いました。距離やはりありますからね。まあ、まだセコマね、お安いです。こうでも3000円で釣りきますから、信号が駐在所のところ、消防署駐在所ね、お礼かですよね。サイレンの音も私聞いていませんしね、本当穏やかなね、
なりにね、北海道のこちらを熱中症、まあ、確かに熱中症の方もね、はい、いましたけどね。役場ですね、これ。役場ですね。まあ、1時間50分ね、どのように過ごそうかという。専門線経由してもね、役場です、役場です、はい、私ね、羅臼町役場の前にいますが、役場いろいろとね、あの頼りになりますよ。どの方も、役場なんなのってなりますけど、旅行ってね、頼りになるんですよ、役場って。ね、都会のやっぱり市役所とかはね、どことなくなんだかお堅いイメージ、ギスギスとしたイメージがね、やはりありますけどね、穏やかなんでね、私ね、あの昨年の猿払村役場の方ともお話ししましたし、本年でね、あの、標津町役場の方とお話ししましたしね。死んでるんです。この近くもね、あったんですよ。なんかね、ここ見つけましたから、すかさずね、いいですよ、一戸建て同様でね、お風呂なんか別にもう言えばまあ衛生面ね、あれこの人何なのって思いますけどね、カラスです、鹿いましたからね、ゾシカね、クマはまだ見ていません。あの、涼しくなってきました。もしもう一足先にね、秋のね、秋ですね、一足先にね、太陽ね、涼んでもらいますと今度は冷えますからね。だからお弁当だったね。海が綺麗に見えています、こちらから。こんな感じでね、綺麗な透き通っています。清流ですね、これは。アランサが始まる清流です。役場の方も帰る時間。あちらが羅臼岳です。階段のような、あれがよくわからない、階段のようなね、展望台でしょうか。綺麗な、これ清流です。足のお泊まりです。ライダーハウスを気軽や別館です。ここから行けばいいんだよね。あ、薄い。
ぱりね、鮭のアイヌ語ですよ、ね、うっしー、低いところにある場所の高台になるんですよ、少しね。気をつけたからね、転倒しないように気をつけた。ここね、気を使う必要ありません。虹にね、鍵かけてきました。どれを置きましょうか。これもね、どこでも置き場所があるんだ。そんなにね、都会の真ん中と違って、心配いらないね。その辺は違います。二重にしないとね、これ虫も入ります。冬は冬で寒いです。二重な。北海道はどっちですか。牛もね、夏は入ってきますし、牛は入ってきませんよ。牛は入ってきません。牛は入ってきません。牛は入ったら大変です。牛は羅臼にはいないでしょ。まあですね、20度はですね、お弁当で少し。まあ、孤独な私はね、そういうところ持ってこいです。はい、じゃあこれ順番に
必ず20度だからね。蚊がいますから気をつけないとね。まずここをね閉めて、鉄管させる。到着しました。牛は離れましたけどね。カマメはいますからね。あのね、エゾシカいかがだったでしょうか。突然のね、飛び出しでしたか、エゾシカの。せこまれで通わせて。結構な量買いましたけどね、一度に、ね、なんか、今買ったのは、天候がね。うん、人のね、噂、まあ、田舎ではね、大変なことも生まれ、神戸人のね、言葉なんか全く、ね、信用しませんけど、田舎ではある程度ね、やっぱりお天気愛しそうということで、ね、まあそれも、まあ実際は 100% ね、お天気怪しいよ。ドンピシャでしたからね、今までね。一度に食べますよね。ラーメンもね。まあ冷蔵庫入れればいいんだよ、ね。冷房ありませんか、涼しい。昨日こちら暖か札幌も結構暑かったよね。夜はね涼しいんでね、昼はね暑いですけど、手元に持ってるものは移動するときはね、力
それなりに必要ですか。どうしてもね、暑さは。離れなんでね。ウトロ行くときもウトロでも離れです。ウトロ離れでもドミトリーです。ただドミトリーです。最初ねペンションが予約してたんですけどね、お風呂あってね、なんかお金こちら払うのにね、なんかお風呂がちょっと遠慮してほしいという、なんか言われてね、もう取り消してやりました。つまらないな。すいません。あ、これもちょっと暑かったね。食べれないことはないです。出さないじゃない。せめてね、移動する日にはね、踏めればいいんです。健康、良くなって。
冷たいものを食べないで温かい人になった。一緒に飲めば私全部ね。全部私使いました。持ってきます。甘いもの。甘いものね、特になんか自ら好まれない方が結構多いですよね。ね、残してもね、どう使ってくださいどうしようもないんでね。コーヒーのブラックコーヒーで飲み慣れてます。牛乳ね、牛乳、まあ、私はそのままよりも。まあ、うちの父にね、お砂糖をしたりしますからね。あら、好みなんだ。生のものはね、セコワにはあまり。いや、そこはね、もう臨機応変でね。もう海鮮もね、もう売っていますよ。北海道店ね、大阪であってもね、今までね、昔はね、もう行くの楽しみですけど、今はもう全然ね、北海道店、北海道行くと食べ気も味わう、全然です、私は。北海道、自然を味わうことがいいんです。自然が大事ですよ。こんな自然ね、神戸にありません。大阪もね、食べることはそれはいいですけどね。結局私大阪行ってもほとんど地上で上がりませんからね。地下で降ってそれで、今夜は寝苦しい夜になりそうです。札幌寝苦しそうですよね。まあ、贅沢言えません。中標津の今日の最高気温28度ですから。いや、今の気温ね、今の気温28度。中標津ですね。では、その天気どうなっていくのか、津波を見ていきたいと思います。こちらです。明日からは警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や河川の浸水に警戒が必要です。天気予報の人間なんかね、分かりませんけどね。この後日付変わってすぐの明日午前1時の雨雲と風の予想です。それでは時間を経過していきましょう。明日未明にはドナー方面から雨が降り出します。オレンジや黄色の活発な雨雲も見られます。
そして明日の日中になりますと道東方面ですね、こちらも断続的に雷を伴って激しく降る。私道東なんですね今ね。土砂災害、河川の増水、まあ道東で大津区地区と根室地区の末世っていうんですからね、もう峠越えると大津区地区ですから知れとこと言えバスでもこういうの見れますからね、まあ、無理なことね。昨日と私、寝不足ありまして、寒かったですよ、昨日は。18度4分でしょ。じゃあちょっと。神戸と九条区ほど違いましたからね。その点ね、出たかったらバチ当たりますからね。クーラーも扇風機もありませんからね。警報級という言葉ね、オーバーなんですよ。なんか最近当たったね、災害級の暑さの何度のかんのくだらない、オーバーなんですよ、いう言葉は。やれね、熱中症だの、やれ水分はっていうのは何、しちゃ喉乾かないと飲みませんよ、そんな。水中毒になったら大変ですよ、ね、それは。気をつけないとね。
もう今ね、少しまあ、と確かにね、少しは。ですが、今 55% の 27%。あ、ですが快適です。うん、もうこちらの方にしてもやっぱりね、もう異常に、まあ、今日はね、私の肌身感じてもう秋先取りね。秋先取りね、こういう感じ。全国に持ってくるのは時間だ。マスカットの周りね、やはり夕張メロンとかね、ごく普通に食べますね。マスカットにもあまりね、うなぎと同様。これ最近聞きましたね。ところ変わればね、いろんなものが変わります。男性が最後に畑を確認したのは先週水曜日。それから昨日までの間に盗まれた可能性があるということです。あ、このままですね。まあ、山梨県内では果実の盗難が相次いでいて、すでに今シーズン桃やぶどうなど14件合わせて125万円余りの被害が出ています。警察はセンサーライトの設置など防犯対策の設置を呼びかけています。気になる見出し続いては、もう展望台もかなり上なんでね、送迎バスもあれば行きますけど、歩くのね、上まで。まあ、レンタカーね、借りられたからレンタカーで。左膝を首の頭で怪我をしたっていう。僕はね、本日の相止まり、受けたことね、はい、よかったですね。なかなかね、あの、日本の、もう、これ以上国道がありませんのところなんか、なかなかね、そう簡単に行けるところじゃありませんからね。そんな簡単にね、行ける国道の終点ですよね、要するに。時間の関係でね、もう本当の足丸は足踏み込みませんでしたけどね。まあ、手前まで来ましたね。あ、うん、ここの、あの、男性の方だったね。たぶん、そこに。キャリアハウスも泊まりになるじゃないですか。そんな話。このあと7時からは、有吉の壁をお送りします。聖地と呼ばれるラグビー場で、芸人さんたちが、本心の面白いネタを披露します。ぜひご覧ください。では、今日もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。この放送は、森永乳業の提供でお送りしました。
うん、焼けんもないね。まあ、札幌も30度ですよ、まだ同じ感じ。2,300円かもう普通にね、これに取っていますから。味はもう好みなんで分かりません。味はね、好みなんでね、そのとそれぞれね。好みでないかと思います。まあ、コストを食うのはね、札幌で食えばいいんだよね。たまにステーキも何か、あの、あれよ、週間あまりこうね、肉という、まあ、肉は人間使うんね。まあ食えばうまいんですけどね。ね、うなぎのあまり関心ないのね、まさかと思う。食べますけど、そのあまり好みの方が少ないと。確かにジンギスカンよく売れていますよ。焼き肉のジンギスカンね、売れていますよ。伊勢海老もあまりね、車いぼん。ね、夕張目のはもうごく普通に食べれますからね。夕張目のは美味しいですね。甲子園でもね、出場されてる高等学校あればね、話題になる。今のところね。どこの高等学校かわからないね、私。夏はね、もう本当、かつ、暗闇の中も確か暑いですからね。さらにそれが今日となれば、より一層ですから。
ね、この気温ね、夜の気温、昨日なんか、まあ、オーラの気温ね、年、オーラの気温と同じぐらいでしょうか、20度、少し割り込む程度の気温。虫はこのまま食べると9時頃に入りますの私は、ね、怖くありませんけどね、まあ、疲れます。そんなにでもないやっぱりキャリーケースね運んでね紙袋持ったりするとやはりもう疲れます。その日はあ地の薬ね汚い食ってると地の薬ねそのいうのなんですけど2つ持ってきましたよかったです。本当に痛くなった時にもう、使います。第一、コーラが少ないだことだと思います、私のね。大便硬いのは。下痢でしたからね、もう家に直前、出発までね。精神疾患ですよ。クソバカ野郎のね。ね、業務スーパー行ってもろくなのいませんしね、コープ神戸行ってもろくなのいませんし、イオン行ってもろくなのいませんし、東宝もそうです、ろくなのいませんし、汚い神戸言葉のね、洪水でね、もう胃が痛くなってます。神戸はね、西側の話はよく聞きますよ。やはり九州とかのね、話は聞きますからね。広島とかのしょっちゅうね。あまりね、東の話は。片道何万円でかかる。私は何万円でかけていません。乗り換えで1万5千いくらかかっていますけどね。千歳まで、まあ、新千歳ですね。ちょっと札幌ってなってます、ここは。ほとんど方も札幌って頭を覚えてますからね。札幌、じゃあこんな、あの、時計台のところ、空港の近くにいない。当然でしょ。当然でしょ。一度ね、なんか文句言ってるね、神戸人見ましたよ。ただね、神戸言葉でね、目立っていましたよ。まあ、どこ行ってもね、いい声つけますから。本当に私に思うの、神戸出身じゃなくてよかったです。あれは本当恥ですよ、明らかに。恥ですよ、あれはもう。うん、今日でもね、自動車入ると少しさせて、ね、そこはあの入るんですけどってことを柔らかい言葉でね、おっしゃっていました。神戸ならね、そうはいけません。汚い神戸言葉でね、まくし立てますから。あ、ローは違うんですね。
展望台ね、天気がきれい。危ないですね、歩いてるね。あ、のんびりしてるの一番ね、今回もういいね。バタバタとするよりね、もう言えば、後部から脱出してるんだよ。言えばね、夏の秘書のふるさとに脱出してるようなものなんだよ。年も6週は涼しいでしょうね。霧が見たいんでね、ガソってるのがね、あんまり焼きます。27度ですけどね、湿度が 54% なんで、加湿器ありますね。川が近いところで加湿器ね、まあ部屋2つあったんですよ、ここと道路側とね、こっちの足良かったですね、急階段のところと思ったんですよね。これはね、良かったです。本当にね、神戸のことなんかね、タレントのこと考えなくていいんでね。してますよ。あ、13日まではね、帰りません。それにね、私の、ね、顔をね、見たよというのは、それは完全なね、デマです。デマです。わざわざそんなね、航空圏内ね、使ってもね、帰りませんよ。何しに来てるんでしょうか。私ね、天涯孤独なんでね、まあ言えば、既得不法なんかもう関係ないんで、その点はまだね、まあいいとは思っております。関係ないんで、誰来とくれの、誰が亡くなったの、誰が病気になったの、まあ、知らねえよですから。あ、神戸で災害あったよ、地震あったよ、早く帰ってきな、余計帰らない方がいいじゃないですか。そんなも地震例えばあればね、余計に慌てて帰る大変じゃないですか。その点ね、いいと思っております。そんなことにね、既得病気亡くなった怯えることになるね、そんな連絡ね。
関係ない。その点ね、いいですよ。天涯孤独のね、まあそれは良さですね。だから途中で、ね、切り上げる、そんなことはまずね、ありえません。カモの味なもん。カモメね、アシカ怪人見るところ、いや、聞いたことありませんよ。あの、汚いね、赤石海峡橋のところに、カモなんか見たことありませんよ。汚い神戸言葉でね、聞きますけどね。そばから見たことありますよ。ここがいいんですよ。離れですね。別館です。隣に部屋ありません。いいんですよ。私はね、どんなところもね、人からね、昔からそうですね、仲間外れということはしょっちゅうね、ありましたから。例えばね、A グループ、B グループあるでしょ。一つのクラスの中にね、小学校でも中学校でも2回経験しています。A グループにはね、その私のクラスから何人かというね、ほとんど A クラスの中のその区分けがあって、B グループ、まあ B グループね、B グループは私一人でしたから。それは中学校でもそうでした。クラスの中のね、それも最高学年ですね。小学校6年生と中学3年生の時ね。クラスの中の、まあ A グループ、B グループね。他の人間は A グループにね、A グループの中の集まって、私一人はね、B グループでした。まあ今ね、のけものです。そういうよがりだからいいんですよ。性格診断テストもね、一人よがり、わがまま。いいんですよ、一人子ですからね。わがままでいいんですよ。私、わがままですから。わがままでいいんですよ、ね。ノンフライですからね。うまいです。お湯の目安量460ミリ。炭でですね、一応ね。ああ、地図見ましてもね、よかったですね、来まして。言えばね、淡路島のね、頭のてっぺんのところからね、知床のね、てっぺんですからね、1000キロ離れていますから。まあ、いいんじゃないですか。大方をね、ラスマイね、来たせばね、来られればいいんじゃないと。私にただね、邪魔はね、されると困りますからね。
私芸能事務所のね取締役ですから、社長ですから、要するにね、単純に言えばね、一番まあ肩書きは社長と代表取締役ですね。ただ従業員はいませんよ、そんな雇う余裕はありませんから。一人でね、何もかもこなしております。代表取、名ばかりの代表取締役です。そんな人にね、金払ってもったいないんじゃないですか。当然でしょ。邪魔なんかされるとね、本当迷惑なんで、まあ、よほどのバカです。19時の気温なんですけどね、ただいま、青空の気温ね、24度5分です。24度5分です。湿度は高いですよ、もちろん海に近いですからね。中標津でも、もう、25度7分。標津でも27度5分。根室が22度4分、ね、釧路が22度1分です。札幌まだね、暑いですけど、もう気温下がると思いますよ。札幌も、まあ、29度4分ですけどね。大阪は真っ赤ですね。30度。まあ、生駒山が24度で、ね。奈良県の針銀座のところね、24度1分。大田が23度、ね。まだ神戸29度です。これ下がりませんよ。下がりませんよ。昨日もね、28度に行きます。下がりませんよ。本日でも、5時30分で27度6分でしたから、5時30分で27度、うだるような暑さですよね。私が言いましたね、中標津ね、何時頃だったでしょうか、この最低気温が記録された。4時36分で18度9分です。約 9.7 度ですね。それだけ違うんですよ。あ、今ね、暑いねところにわざわざね、暑い時に帰る必要なんかないんだよね。航空券ね、そんなことしてね、何回も送るの無駄ですよ。ね、9本近くなりますよね、航空券もね、なかなかね、安くなりません。もう正規料金に近い料金になります。障害ね、割引あるとはいえね、今回の今得はかなりね、得に行っていますんでね。人の混雑もしていますしね、なかなかブロック席でももう埋まっていくでしょうね。あね、航空会社もね、これですから。まあ、配慮はね、していただきますけど、まあ、ピークの時はそうはね、やはり、買っても効かないで、こちらのね。夏休みでピーク外していますから、私。ピーク外すこと何でもね、本当大事ですよ。これね、下地島ね。これ沖縄ですけど、宮古島ね。安い時行きたいですよね、料金のね。
もう宿さんね、なんとか安いところあればね、まあそんな適当にね、まあなんか足をっていけばいいんだ。まあ別に今ね、ドミトリー泊まっても口聞きたい口聞きますしね。聞きたいの聞きたくない、聞きたくないでね、まあ勝手にさ、それはもう好き好きなんだね。私はくじをね、仲間入れていただくあれは特別でしたけどね、あれは本当特別に私からね、仲間入れていただけませんかと私から言いましたからね、そんなこと言わない人間がね、まあその、じゃね、ヘリポーラーカーが、まあおまんじゅう、八つ橋ね、京都のね、お仕事されている方にね、なんか大学卒業されて信州の方なんですよ。大学卒業されて京都でお勤めになられて、それでね、釧路のドミトリーね、出会いましてね、何人かの話してで、私もね、仲間に加わったわけなんですよ。私から仲間に入れてくださいと言って、ね、入れていただきませんか。まあ楽しかったです。まあ、それは私自らね、行ったんでね。その方もね、女性の方も、まあ、ちょいわかる。いや、定位置で、ここでね、定位置でしたねっていろんな、そうでしたね、なかなか私がね、話することもできなくて。なんかピーチでね、ピーチアベーションに来られた方がね、なんか、私も結局はその時ね、帰りピーチアベーションね、教えてたってピーチアベーションに帰りましたからね、まあね、直前に倒れましたけどね、まあ、よかったんじゃないですか。悪くないですよ、悪くないですよ、ね、悪いと思っていません。楽しいからいいじゃないですか。ラオスです、ここは。これ何ねえ。なんとか。あれ、読み方私もね。やはり、目なし軍ですね。メナシ軍、知床国、メナシ軍と申します、こちら。確かに、ただいま言うのね、北海道、メナシ軍、ラオス町です。今もう、知床、遺産です。たぶんもう、根室振興局の方ね、橋ですよね。ほんと、はるか暮らしです。本当に遥か暮らしにです。本当にね、良かったです。まあね、峠越えがありますけどね。結局ね、バス往復勝てるんで、峠越えね、2回ね。知床世界遺産。ほとんどがね、バスで行きますね。ね、夏、まあ、今日は昨日は少し、涼しかったですね。この知床世界遺産ですよ。まさに。まさに本当ですよ。まあ、網走の、
あまだ先ですけどね。まあここまでね到達するのも大変です、なかなかね。もともと列車がありませんでしたから、今度から自動車なんでね。まあ、今日のバスをね、アイドまで行かれた方、バスで来られてたんでしょう。本当のバスのなんか興味ね。他は観光あまりもう、どの方もね、列車とかバスに興味あって、もう観光まではね、特にあまりシビアにならない方が多いんでね。私は観光も景色もね、この肌に感じる、ね、自然に対してね、いわば神戸とは違うね、また異なるこの、まあ異なって普通なんですよ。ね、涼しくなってきました。家で、もしこれクーラーね、つけなくて、いるでしょ。一気にね、30度近くなり、湿度がね、70、80度。そんなところね、8月のこのね、暑い時ね、帰りませんよ、戻りませんよ、そんなわざわざ。戻る用事がありませんから。戻ってね、まあ、イオン買い物に行きましてもね、あのクソね、警備の前田がね、差別してね、高齢のクソ主人にはね、食ってても何も言わない、ね、頭にきますよ。まあ、もちろんね、夏休み終わればね、普通に行きますけどね、今度ね、こんなことを差別したらね、一括ね、私、前田にね、言いたいんですよ、クソバカ野郎と。前田、堂々と出しますよ。それはあいつが悪いんですよ。あいつが悪いんですよ。あいつが私にね、攻撃したからですよ。ほら、どうぞね、イオンのウエステの警備の前だと、どうぞと言います、私は。なんか変ですね。老害には何もない。あまり老害という言葉はね、この北海道であまり聞きません。まあ、そんな方もね、いませんし、見ています。老害なんかいませんし。まあ、そこの点が違います。でもね、まあ、地元は地元の方で、好きに行っておりますし、私も私も好きに行っておりますし。まあそれはね、それぞれです。ほとんどの方がもう自動車で来られて、私は路線バスです。あれ観光バスじゃありません。路線バスです。高速バスでもありません。1時間30分はね、長い、短かったです。ああ今度もね、戻るときには、2つね、1時間半が2つダブルであるんでね。ここからの1時間半はね、トイレついてますけどね。中標津から乗り継ぎの根室までのね、バスはね、トイレありませんから、そこを一番のね、やっぱ今回の、最大のね、ネックポイントです。時間もね、かなり空きますしね。だって、まあ、食える時間とかありますよ。あってもね、これだけ食って、もしね、もしもう便所行きたくなった時はもう困ります。そこの点ね、やっぱり、健康状態気をつけないと、ね、いけないんでね。まあ途中ね、根室行きのバス、結構きれいなところ走りますからね。標津線の代替輸送も兼ねていますからね。見どころもありますから。牛のところね、通過しますし。あんまりね、居眠りしても、まだ乗車したことありませんからね、もったいないんでね。
まあ、今回ねもう楽しています。まあそんなに満員というほどねもうなりませんから、何か山陽バスのね垂水区から前ここでしょうか、ね、垂水区からね三宮行く高速バスというか何しバス直通バスでしょうか、うざいでしょうね多分喋ってね、それに比べれば天国です、天国です。バスはね特に休日は日本しかありませんけどね、死別とねラオスのモスルバスはそれを工夫するのが私の、ね、役目です、まあ、平日ですけどね移動はそれをね考慮して移動のことは考慮してねあれ組みましたからね、もうね、あまあお休みしますよ、お風呂ね、ないですよ、ありますけどね、多分男女別でしょう、タオル買ったら装備していただく露天風呂なんですけどね、まあ次のウトロで入ればいいんだね、気にしません、そんなそれよりもね、安くて、ね、気楽でね、お気軽屋です。そしてここ花で一人です。何も言うことありませんよ。罰当たりますよ、ここで。広いですよ。まあ、ドミトリーでもこの値段はなかなか少ないんでね。実はそういうこと工夫しますから。いいとこ泊まると泊まります、もちろん。もちろん止まりますけどね、いろいろ堅苦しいですね、だからいいところはいいところでいろんな面であれだこれだと言ってね、やっぱり堅苦しいですよ、それはね、それこそね爆安だったね、要するに爆弾価格でね安いこと言うでしょ、あの業務スーパーがよく書いてるね、爆弾価格不景気をぶっ飛ばせあのような、ね、価格だったらまだ分かりますけどね、まあ、あのルームチャージのみね東横インの時なのね、まあ、東横インありますよ、ね、まあ、朝食つきますけどそれになんか時間しないね、それでもまあ安いですけど7000円から8000円ぐらいですけどね、まあ、ここは3泊で6900円で7000円ですけどね、まあいいんじゃないですか、私そういうことね、いろんなことも分かっていますから、ただね、あの自然をね、満喫しています、脱都会です、ね、誰にも邪魔されずにね、気楽なものです、口も聞かなくていいんでね、コープ神戸のね、あのぼったくりコープミニ塩屋に行かなくていいんだよ、もちろんね、いいとで、あの私会員のね、それ権利なんでね、うざいです、ね、あのセコマもね、結構もう大繁盛していましたからね、おとなしくね、並んでらっしゃいます。ね、今ね、北海道でもね、地元のことも話す、心がず、標準語でね、話されていますからね。どうも、どうもね。まあね、北海道言葉でもいいんですよ、私ね。あの、神戸言葉あるのね、汚い言葉ありません。キャリケツ日はね、疲れるんだね、まあ工夫すればね、もっと楽な持ち方あるんだけど、ね、ということで、もう8月
なんかスタートしたようでね。別に8月だから月曜だからなんだからではなく、ね、まだまだ夏休みスタートしたばかりです。まあ旧盆でね、混雑もしていますが、来週のね10日はもう大ピークですよ。もちろんね、航空券代ももう10日はもう正規料金に近いですからね。正規料金近くて満席です。まあ私がね到着した便も満席です。安いとか高いとかじゃありませんね。同じなね、まあ、日程のおかげでその年が取れないということでね、あれなんですけどね。結局例えばね3万3000円でねチケットを買うでしょう。私6000いくらでチケットを購入してるので、そこの差額2万何千円で、ね、お泊まり代金ね回せますね。まあ、日程は私はね、私自営業なんでいくらでもね、そしてね芸能事務所のね代表取締役なんでね、私が決めれるんですよ。私が決めれるんですよ。その代わりね波風ありますよ。もちろん自営ですからね。だからね、いつも言ってるのはね、あのスーパーのねレジのね従業員とはね、世界が違うということ。あの方たちはね出勤していればね、例えば時給のだ時給でね、1日くらいでお金ね、出勤して普通にね金お客様からいただいてね、それを打って接客していればお金いただけるでしょ。まあ安定していますよね。だからそういう人間とはね世界が違います。私はこれはね、どこのレジでもそうですね。イオン、東宝、業務スーパー、ぼったくり、コープコープのレジね、いずれもそうです。私はね、自らね、動かないとね、私、何もできませんからね、私自身が動かないとね。代表取締役でね、ふんずり返っていてもね、態度でかくしていてもね、何も、これになりませんからね。まあ、名ばかりですけどね、一応代表取締役です。じゃないですか、それね。言いたいことね、なかなかね、言えるところがありませんでしたからね。こちらも気楽なんでね。まあ、こういうものはね、まあ、食べないといますし、ね、どこに何が、これはもうやめた方がいいな、これは食べたらいいな。わかりますから私ね、これはいいな、これはダメだな、わかりますと言って、わかります。ね、札幌でね、ラーメン食いたいですよ。心当たりもありますからね。まあ、もちろんね、一宮ね、一掛さんね、まあ、一応名古屋のこと怒られちゃいますよね。まあ神戸のね3年目ね、まあラーメンね食いましたけどね。まあそれも天井前にね見つけたとこなんでね。まあここだでそこしかね、他のとこ行ってもね嫌な思いするのは私です。まあね、三宮でね、金向かい使ってる、ね、でも申し訳ありませんでした。私田舎派ですから。奈良でもね、好きなのは田舎派ですから。だから私は奈良派、私は近鉄は、まあ近鉄先生から今離れていますけどね、それでいいんですよ。
田舎ってね、人の何もね、人の接点さえなければね、まあ、いいんですよ。こちらね、北海道目尻郡羅臼町です。峠を越えるとね、何言うんでしょうか、なんだかオホーツク、オホーツクね、オホーツク人工島アバシリ郡でしょうか、ね、シャリ町になるんだね、まあ、今回村は全然ね、もうだけど市は今、まあ、根室市とね釧路市は市になります。それでもね、穏やかなんでね、まあ、大きい町です。町に来ると、まあ、大変大きい町です、ね、穏やかなんでね、市であってもね、まあ霧が見えるのをね楽しみにしています。まずはね、知床遺産ね満喫いたします。自然にのがそう、夜のね、まあ、この夜のね、川沿いのところね、少し行きたいと思います。本日からね、ハウス、まあ、約1週間ですね、僕ね。約1週間はラオスとラオです。これはシャリ町ですね。海鮮です。これは、スミエのサーメンの